回っている最中、これはこれは黄金色に光り輝いておるではございませぬか。私は、さぶきの宮津子と申しましてな。
身分の高いの低いのいかってこのかぐや姫を我が物にしたい妻にしたいと夜もろくろく眠らずに心を乱し続けておりました。われました五人夜もろく眠らずに夜となく昼となく家へ訪ねてまいります。娘を我に我が妻にそれがな始末期始末の降り凍りたる夜も水月の太陽が照りつけ雷鳴が激しく泣きとどろきます時も休まずやってまいります。あ、さすがまあ私もな。時伏せましょうともかぐや姫よ、ただな私がなした子ではありませぬゆえ今しばらくのご猶予を。姫やお姫や だから一門が栄えるのです。私の大事な姫よ、変化の人とはいえあなたはやはり女の身、結婚をしなくてもよいというものではございます。この五人の方々の中をどなたかお一人と結婚して差し上げなされ。何、私は要望が優れているというわけではありませぬ。え、何を言うておる。あ、はいはい、相手に要望の深さを確かめもしないで結婚をして、はいはいはい、後で相手が浮気心を起こしたら後悔するに違いない。ああ、そう、さよか。なに、この五人の方々の中で私が見たいと思う品物を目の前に見せてくださる方のご愛情が勝っているものとしてお使いいたしましょう。あ、あ、なるほどな。はあ、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 わかった、わかった。はい、はい、はい。とまあ、このようなわけでござりました。ちょ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 。
押さない押さない、慌てない、申しますよ申します。姫が望むもの、相手の愛情の深さ、それはね、石造りの巫女様、あなた様にはね、見事な箱でござるかの。これは瑠璃ですな。はっはっは。地と中を。おお、これはこれは黄金色に光り輝いておるではございませぬか。まさに姫が欲しがりなさるものだわいな。月の光が照らす都に、恋に焦がれた男が一人、知恵を絞り姫の望む、ひねずみの川にぬ探し求めて、かぐや姫ご覧ください、かぐや姫とくとご覧ください。大友みゆきの大納言、我が家のありったけの家来集めて言い渡す。お前たち、竜の首の玉取ってこい。そして切る、める、食い物、銭、あるだけすべて分け与え旅に出す。残った大納言は忙しい、かぐや姫を迎えるため立派な御殿を作らねば。壁に漆の蒔絵をしよう、屋根は二匹の綾織物だ。その屋内の室内は豪華絢爛、目もくらむ。おう、大事なことを忘れておった。前からいた妻たち全て別居させねばな。さあ、かぐや姫をいつでも迎えんと準備万端待っている。ところが、そんな主人に仕える家来、竜の首の玉、はっ、そんなもの取れるわけもないわいな、といただくものだけいただいて、それぞれが好きなところで遊んで暮らす。待てど暮らせず帰らぬ家来、とうとう業を煮やした大納言。ふん、竜がいたらさっと居殺して首の玉取ってやる。家来なんぞ当てにするものか。そしてつくしの海まで漕ぎ出したその時に、ははやて吹き出す雷鳴とどろく、願うこと実に千回。ようやく嵐は収まって、イカズチもイズクの空へ遠のいた。
命からがら屋敷に逃げ帰った大納言様。はあ、わしを殺そうとして、かぐや姫がこんな難題出したのだ。あの大悪党め。これより先はわしは、お前たち竜の首の玉よく取らなんだの。もし取っていたらマロは殺されていたことよの。さあこれを聞いて離別された元の奥方様たちのお笑いなさること。腹綿がちぎれるほどでありました。お気の毒なのは、つばくらめの小屋住まい、取らねばならぬ磯の神のまろたり様でございましたでしょうな。つばくらめ、そんなもの、わけもなく取れるわいと思います。つばくらめでござりましょう。ああ、ほれほれ、はい、その軒にも、おりますがな。かぐやの思いを甘く捉えて、つばくらみの小屋住まいを取りに家来に命ず、かぐやの気持ちを軽く捉えて、つばくらみの小屋住まいを取りに家来に命ず。つばくらめが巣を作ったら知らせよ。えい、それならばちょうど大井のつかさという飯を炊く館の高い胸の上に巣がござります。つばくらめは巣を産む時に小屋住まいを産み落とすそうでござります。卵を産むのはどのようにして見分けるのだ。はい、尾を高く差し上げて七度回って卵を産み落とします。ですからその時、その時、はい、人を一人あらかもに乗せて座らせ、つばくらめが子を産もうとしたその時に綱を引っ張り、ざっと手をお出しになる。さっとな、よきことなり。手にむ人にも負けむや。梅雨桃の空にかけらばふと言い殺したまえ。長き爪して眼をつかみつぶさん、さが髪取りて金繰り落とさん、さが尻かき入れて
てここらの大やけ人に見せて恥を見せぬ。かかるほどに酔い打ちすぎて寝の時ばかり家のあたり昼の赤さにも過ぎて光ったり大空へ人雲に乗りて降りてきて土より五尺ばかり上がりたるほどに立ち連ねたり家の内外なる人の心どもものに襲わるようにて相戦わん心の中にかろうじて弓矢を取り立て陰とすれども手に力もなくなりて苗かかりたり立てる人どもは相続の清らなること物にも見ず飛ぶ車一つぐしたり抱いさしたりその中に王とおぼしき人やつこまろもうでここという結局思いつる宮津小丸も物に乗いたる心地してうつぶしに伏せる。かぐや姫を養いたとまつること24年になり片時怪しくなりはべりぬ。また他のところにぞかぐや姫と申す人おわしますらここにおわせるかぐや姫は重き病を従えばえいおわしますまじ。心にもあらかくまかんに登らぬおだに見送りたまえなりしに悲しきに見送りたてますが我をいかにせよとて捨てては登りたもうぞぐしていておわせぬ。ふみをかきてまからぬ小石からむ折より取り入れてみたまえ脱ぎおく絹を固めとみたまえ月のいでたらむよは見起こせたまえ空より落ちぬべき心地する
前に一言言い置くべきことあり、かぐや姫帝に御踏み立てまつりたも、今はとって陶器天に行きます。君をあまりと思い入れける。
のところで皆様をお見送りしたいと思います。どうもありがとうございました。お気をつけて。よかったです。皆さんが喜んでくださって幸せです。皆さんのおかげでいい舞台ができました。ありがとうございます。会えますね。そうだ、やっぱりまた地面行きますね。ありがとうございます。ありがとうね。もう一回もうしばらく